先手田中雄介。ユーズド感のあるシャツに、うん、やっぱフードついてますね、はい、で、まあ、ハットの下にバンダナ、はい、でメガネですね。でなぜかスーツケース出てきてますからね。スーツケースもこういろいろベルトのデザイン入ってるし、かっこいいですね、うん、かっこいい。でパンツもタイトでスニーカー、はい、なかなか奇抜ですね、うん、奇抜だけど、でもねこう注目すべき点はここね、これが入ってるっていうことでね、はい、あとヒゲね、はい、このヒゲ特徴的だなので、はい、もうこれじゃない、はい、かこれ、そうですね。でもなんかこれの男性ファンってどんな人なんだろう、あんまり師匠イメージが湧かないね。聞いた話によると、うんうん、顔がタイプとか。ああ、それはまあファッション関係ないねファッション関係ない話になってきたね。10秒これでもちょっと9どういうものを選ぶか。8 7 6、先手田中雄介カナブーン。あららら、これカナブーンと読む、その心はどこにあるんですかね。このタイトなパンツかな、からスニーカーってところかな。あースニーカー、確かに、うん、これに対しリーチの下にどれを選ぶか。9余裕がありますからね。8 7、後手吉田ユニチューブ。おっとこれ予想外な、チューブ、これをチューブって読んだのはデザイン多めな感じだったり、まあ、このバンダナにハットっていうこの、はい、全体的なこうルックに対してこうハッピーさを感じてるもんね。なるほど、っていうことを考えるとあるかもしれないね。確かに、もう早速回答見てみましょう。はい、回答ハンニャ。やっぱそうですよね、まあ、こうだと思います。まあこのね USA のバンダナの上にハットっていう字でもこれかなって師匠思ったから。さすがです、うん、師匠。それでは次のカード見てみましょう。はい、先手吉田ユニ。お、おしゃれな手が来ましたね、はい、ノーカラーのロングのコートにネイビーのロングにスニーカーと、はい、でハイネックっぽいこういうシャツですかね。シャツっぽいですね。あ、シャツですね。で髪も綺麗にまとめてピアスがちらっと見えてる、はい、いいですね。これ難しいですね。あーそうです、この中からだとなんか落ち着いてらっしゃるからこれ、はい、みたいな、意外とこれ、なるほど。でこれもあるよね。あ確かにこれもあるね。ありますね、うん、これでもない気するな。ないです。でもあり得るとしたら、うん、アートワーク好きとかね。あ、これ戦略とかアートワークとか好きなんですみたいな側面でこれっていう場合もあるね。いや難しいですね。難しいよね。これ難しいね。これどれ選ぶんですかね。10秒、はい、考えてると思いますけども。8 7、先手吉田ユニサカナクション。これサカナクションと呼んだ。なるほど、まあ、全体的なねこう大人の女性感からもサカナクションっていう風に読んだと思うね。これに対して田中雄介四段10秒これ道具もやっても負けですからね。9、あそうですね、変えてくるわけ、変えていくしかないですからね。6、これは追い詰められた。5、ハーフ好きの4、田中雄介2。後手田中雄介キャリーパミュパミュ。これもまた遠いとこ来ましたね。はい、サカナクション取られたから、はい、遠いとこ行こうかなみたいなこう攻めというか守りというか極めて田中雄介的な一手ですね。なるほどまあでもこれないことないですからね、うん、ちょっとこうインテリジェンスを感じる方ですから、はい、こうアートワーク的な部分から好きだっていうね。田中雄介四段も、はい、吉田ユニ四段も
キャリーちゃんのアートワークやってますからね、うん、なるほど、これ読んだんじゃないかなと。あるかもしれないですね。そうあるかもしれないですね。でもこれによってはね、はい、決着ついてしまうんでね、はい、それでは回答見てみましょう、はい、回答サカナクション。サカナクション決着がつきました。吉田優に圧倒的勝利。さすがアートディレクターとして優秀であり、はい、NF 将棋の棋士としても優秀である、はい、強かった強かったですね。これ真鍋大俊との対決見てみたいですね。見たいですね。それ一方田中裕介四段飛ぶ鳥勢いのはずの田中裕介四段であるにもかかわらずね、ちょっと冴えない対局になってしまいましたね。ハーフが出てこなかったから、ハーフが出てこなかったからかもしれないですね。はい、まあ、でもこれは久々に NF 将棋早い段階での決着ということで、はい、非常に今回は面白かったんではないかったでしょうか、はい、また次回 NF 将棋楽しみにしていただけたらなと思っております。それでは皆さんさようなら。